どうも皆さんこんにちは、ミニマルズギアズのキャンプタカニです。本日はですね、ワンティグリスから、新テントがワンティグリスから、新テントがご登場したということで、こちら、ワンティグリスのシーンっていうね、2人用のテントになります。まだまだ全然最新なんで情報が出てないと思うんですけど、まあ、今回僕なりにこのシーンの、ご紹介をしていこうかなと思います。というわけでですね、カンニングペーパー持ってきましたんで、基本スペック簡単にご紹介していこうと思います。重量がですね、2.4kg になります。サイズが展開サイズ、2.1×1.25m の、まあ、フロアサイズになりますね。まあ、2人用なんで幅 125cm はまあまあそれなりにって感じですかね。高さが 115cm ということで、まあ全然問題ない高さだなって感じです。収納サイズは 40×、直径 20cm っていうことなんですけど、んと思ったんですね。 40cm じゃないよなみたいなと思ったんで、その辺は後でね実測してしましたんでちょっと見せます。材質は、フライシートインナーテントってあるんですけど、まあ、フライシート二重デニールの、片面シリコンコーティングナイロン生地ということで、でインナーテントが40デニールのリップストップナイロン生地です。でテントポールが7001アルミニウム合金か、7001アルミニウム合金となっております。で耐水圧が、3000ミリ防水レベルということで、まあ、問題ない耐水圧かなっていう感じです。フライがですね、二重デニールの、まあ、シルナイロンということなんで、まあ、その辺が結構気になるかなと思います。結構二重デニールって軽量化してるなっていうイメージですね。このテントですね、フライオンリーで設営するパターンもあるので、まあ、その辺も含めてご紹介していけたらいいなと思ってます。はい、それでは、実はですね、さっきお家で開封はしちゃったんですけど、まあ、再度ちょっと開封してみます。よいしょ、こんな感じです。収納袋にはこうやって掴めるところあるんで、簡単にこうバッとできます。でまあ、こういう風に紐がついていて、こうやってパラパラっと開くんですね。これが、まあ、グラウンドシートで、これテグとガイロープが入ってます。そして、フライとインナーがついてます。でプラス、まあ、ポールあります。ポールにもこうやって別で収納袋がついてるので、これ嬉しいですね。はい、というわけでこちらが内容物になります。まあ、収納袋はこちらで、こちらから、フライシート、インナーテント、そして下にポールがあって、まあ、ガイラインこれなんですけど、まあ、5本あります。でプラスペグが10本で、まあ、グランドシートついてるって感じです。まあ、こんな感じのセットになりますね。ちなみになんですけど、さっき僕このシーンのね、重量を測ってきました。まあ、実際に、重量を測った結果、まあ、そのままね、全部ひっくるめてドカッと測ったらやっぱり 2.4kg で、ガイロープとか、まあ、ポールの収納袋、それからペグも全部抜いた、ミニマム重量を測ってみたら 2.0kg、 約 2.0kg ですね。で、最後にフライのみで、設営したことを想定して、ポールとフライとグランドシートの3点セット、測ってみたら約 1.2kg となりました。サイズ感も実測してみたんですけど、長さは 50cm あります。びっくりした。というわけで、サイズ感はですね、実測したら長さ 50cm の、まあ、直径が 20cm ということで、このポールの長さがですね、まあ、50cm あるので、どう頑張ってもね 40cm の収納サイズにはならんかなというね、感じでしたね。それでは設営していきます。このテントの構造はですね、インナーテントが吊り下げ式なので、先にインナーテント立てて、それからフライシートかぶせるような感じになります。
したいのね。ここは通しておきたい。ああむずいね。浮いちゃうね。なるほど。全部連結してるとちょっとやっぱ設営が一筋縄じゃなくなる感じだ。ヒントがないな。ほい。なんか思ったより、ちょっと角張ってるデザインかなと思います。なんかインナーだけこうやって見てるとね、角張ってますね。で、まあペグダウンもここでできそうな感じです。でバックルがここについてるんですよ。で全部のね、こちらハトメ部分にバックルついてるんで、これと、まあ、フライの IT 型バックルがあるんで、これでフライも被せていくような感じですね。中にはトホールとあれつなげる、あとマジックはついてんだね。まあこんな感じでホールとフライをより接続することができます。フライにもスリーブがついてるので、インナーのスリーブに通したんだけど、そのさらに上からフライのスリーブをこう通していくような感じですね。はい、これ何なんだろうね。これを引っ張るのかな。これでも、まあ、ランタンとかこうやって吊るすのに良さそうですね。こんな感じの自在のついたガイロープが5本、まあ、用意されております。これはまあどこに使うかっていうとここですね。この白い、まあ、反射板のついたループがあるんですけど、ここをスッとこう引っ張ってあげることで、より強固な感じになります。多分ね4本じゃないですか。これ四方について4本プラスもう1本ここじゃないかなって僕は思ってるんですけど、どうでしょうね。うん、4本だもんね。ここも引っ張ってあげたらいいのか。ペグダウン一応今6箇所しましたけど、プラスここ2箇所両サイドしてあげた方が、まあ、綺麗にピッと張れる感じですね。ピン張りです。で、ですね、開口部がここにあるのはね、もう分かりきってますよね。前室がこんな感じになってます。前室もまあですね、めっちゃ広いわけではないけど、まあでもそこそこあります。細部がちょっとかっこいいよね。
こういうとこなんかちょっとワンティグリスオリジナル感出てます、まあ、ビジュアルにやっぱこだわったテントだなっていう感じがします。で後方リアね、リアのこのめっちゃ柄空きじゃないですか。でしかも横から見ると思うんですけど、こうニョキッとこうね出ちゃってるんですよね、インナーがね。これ雨大丈夫なんかなって感じですね。メッシュだしね。でおやおやと思ったんですけど、あ、ん？ジップがここにあるぞ。あ、ジップがですねこのように隠されてる。ジップが隠されてるんだこれ。で、こうか。なるほどね、雨が降ってもジップにこう雨かかんないようになってるんだ。でこう、こういうことか。あ、マジックでも止められると。なるほどね、面白い構造だね。ワンティルさん結構ねやっぱ空間にこだわる感じなんですよね。こういう、あ、片面だけ開けられる感じだ。こっちにはジップがないや。なんで、もちろんこっちからも出られるけど、まあ、向こうからも出られると。で、まあ、幕内をこうやって見た時に分かるんですけど、まあ、ここもなんだろう、防水生地でできてて、でしかもジップに雨がかからないように工夫がされてるので、まあ雨が降ってもテントの中には水が入らないっていうね、そういう構造になってるのかなと思われます。まあ、このままテント内入っちゃいますね。これねちょっとね床が出てるんで、靴脱いでこうなんかくぐらなくてもこのままこうスッと入れるっていうスムーズさがいいね。でしかもこんな感じね。うわ、めちゃくちゃ広いな。あー、なるほどね。立ち上げがかなりフラットじゃないというか垂直なんですよね、立ち上げ部分で。上がこう平らになってるので、なんかこう思ったよりね広く感じる。あ、これいいね。なんか幅が125って言われたけど、若干それより広く感じる。多分こっちがちょっとなんかこう出てるから広く感じるんだと思う。広く感じる、すごい広く感じる。でまあ寝てみます。こんな感じですね。いやマジ広い。なるほどね、広いで、まあ、2.5 キロっていうことで 2.4 キロか。全然ね、これだけ広かったら 2.4 キロでもええんじゃないかって思うやつですね。なるほど、結構バランスのいい感じですね。でこのポケット、ポケットってこれ棚ですね。もうポケットじゃないよね、棚だよね。すごい、マジいろいろ置けるねこれ。え、何これ、棚？あ、こっちにもあんの？棚が両サイドにある。2人で使うっていう想定ですよね、多分本当。もう着替えも置けるし、貴重品も置けるみたいな。で、あ、すごいねこれ。ちゃんとね、こう立ち上げがここにもあるんですよ。なんでめちゃくちゃ置いてもこぼれ落ちないこの構造。おもろいね。ここにもポケットがありますね。これちっちゃい、なんか本当寝てる時に入れておきたいものを入れる感じかな。はあ、面白いですね。でここにランタンフックあります。まあど真ん中にランタンフックかけれるんですね。この辺も気になるよね、これなんだろうね。これもランタンで使えるの？まあ例えばですね、ガイロープをここからここまで通せば、まあ、洗濯物とか、まあ、干せるよねって感じですよね。こことかね、この辺の人はすごい嬉しいね。あ、ここにもループがあるんで、ここにこうねロープ通してここにこうね洗濯物干すっていうパターンもいいですね。あー、おもろいな。やっぱこれ長期で旅する人すごいいいかもね。ちょっと設定が ね癖はあるけど、まあ慣れればいいなって感じですね。はい、で扉なんですけど、まあ、このようにフルメッシュにすることもできるような構造になってます。出ました、ズボラポイントです。
これジップ外すじゃないですか。でこうパラーンとこう、これちょっとだらしないですよね。これだらしないですよね。でこれをくるくるってやってやっぱこうパチッと止めなきゃいけないかなと思ったら、なんとちょっとここがポケットになってるんですよね。これなんでこの辺にこう外側に膜したってて、こうラフに収納した感じにできるんだ。うわこれおもろい、考えてますね。ちょテンション上がっちゃうな。これはすげえな、やるやん、ワンティグリス。このこっからの景色もいい。ああいい。はい、というわけで、ワンティグリスのシーンのご紹介でした。まあ、最初ね設営してた時はおやおやってちょっと思ったんですけど、かなりね室内空間が際立っていいテントかなと思います。全然設営のねちょっと困惑を打ち消すような、結構感動的な室内かなと思いました。うん、面白い。あの棚があるっていうのがねかなりレアですね。かなりね、広いっていうのと、多分見てわかると思うんですけど、まあ、かっこいいじゃないですか。やっぱりワンティグリスやっぱねスタイリッシュやなっていう風な感じがねいいなと思います。僕の今後の使い方としてはやっぱりね、2人で使うかなと思いますね。1人ももちろんいいんですけど、まあ、ツーリングのね、旅される方とかはすごいねいいテントだなと思いますよ本当。で僕とかね、多分オートキャンプで利用するかなと思うんですけど、まあ、2人でねキャンプしたりとか、もちろんソロでも使ったりするかもしれないんですけど、まあ、そんな感じかなと思います。結構ね僕これ好きです。エンディングとしてこの収納どこまで小さくできるのかちょっと実験したいと思います。というわけで、じゃあ撤収します。今回の収納の目的はですね、この、まあ、同盟かワンティグリスのバックパックに入ればいいかなと思ってて、でバックパックに、ね、入れるんだったらどうやって入れるか、さっきの、まあ、50×20cm の、まあ、収納サイズだったらもうバックパックの、ね、半分ぐらいが埋まっちゃってる状態なんですよ。でしかも結構ふわふわっとしてたんで、多分圧縮すればもっとちっちゃくなるなと思ったんですよね。で僕が考えた収納方法はもうポールをとりあえず別にする。でこの膜体だけを、まあ、バックパックに直に入れるのももちろんいいんですけど、まあ、それは抵抗ある人多いかなと思って、まあ、このシートサミットの8リットルのスタッフサックに入れちゃおうかなと思って、これ一応防水性のあるスタッフサックなんで、これに入れます。まあ、順番的にはフライシートから入れる感じかな。入るかな。ちょっとねこれは生地量も多いので正直あんまり自信はないですけど、フライは余裕だね。さあどうだろうね、畳まないスタイル、畳まないスタイルでいきたい。僕は畳むの大嫌いなんで。あ、いけるいけるいける。あ、もうインナー入ればこっちのもんやろ。お、入りましたね。いけるんじゃない。で、グランドシート。まあ、これで一応取り出すときにグランドシートから取り出すことができます。まあ、使う順番で、まあ、用意して。で、こんな感じっていう感じです。これだったらバックパック入れてもそんなに これが今バックパックの中身で、この奥の方にねいます、さっきのテントだから。まだ結構ね入るかなというね、そんな感じでございます。ポールに関してはですね、今回こういう収納袋があったんで、これにちょっと入れてあげて、
中に入れてもいいんだけど、ちょっとね、ポールかさばるかなと思うんで、外にこうやって外付けしてあげたらいいかなと思います。長さがあるんで中じゃなくて外かなって感じですね。まあ、外付けしてもいいですね、テントね。まあ好きなところに、自由に形を変えながら、バクバクに収納していくみたいな感じです。というわけで、まあこれでようやく動画終わりです。皆さんね、長らくご視聴ありがとうございました。結構マジでいいテントだと思うので、ぜひね詳細見ていただけたらと思います。概要欄にリンク貼っておきます。それじゃあ、面白いなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。それでは皆さん、さよなら。